バイキンのジョーです。はい、っていうことで今回はね、あ、その前に、先日公開しました新幹線総合車両基地祭りの動画見ていただけましたでしょうか。その中でね、ちょっとね、あるアイテムをゲットしたので後で動画にしますなんて言っといて忘れていたアイテムがあります。まあそれも含めてその他にもね、いろいろとゲットしたものがあるので今回はそちらを紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回は、先日開催されました、4年ぶりに開催されました新幹線車両基地祭り、まあ、そちらでね、ゲットしたアイテムをいくつか紹介していきたいと思います。まあ、そんな感じでね、早速一つ目のアイテム、はい、こちらなんだかわかりますか。まあこれね、これもすでにね、動画の方で公開紹介しているんですが、ダークシンカリオン弁当ですよ。さすがにね、もう中身の方は食べちゃって、綺麗に洗っている状態にはなっているんですが、まあね、動画の方出てるので、中身が気になった方、まあ、詳しいレビューがね、見たいよっていう方は、ぜひそちらの動画も見てみてください。東北在住だとね、なかなかっていうか、これ手に入らないんですよ。で、もしかしたら車両基地祭りにあるのかななんて思って、見に行ったところ、無事ゲットできたやつです。はい、ずっと欲しかったやつです。うん。まあ、そんな感じでね、ダークシンカリオン弁当、概要欄にリンク貼っときます。はい。で、次のアイテム。これです。はい。これね、確か JTEC さんかな？お仕事紹介のコーナーでアンケートに答えて抽選でなんかもらえますよみたいなコーナーの、まあ、参加賞的なやつだね。新吉くんのポストカード。これがね、確か1回のアンケート記入で1枚もらえるんだけど、じゃあなんで何枚も持ってるんだってね。まあ、家族で言ったんです。うん、家族に協力してもらってね、全部でね、4枚ゲットしたんだけど、1枚ダブっちゃってて、ゲットできたのはこちらの、3種類でございます。確か全6種類くらいあったのかな、まあ、そのくらいあったと思うんだけど、動画でゲットできたのはこんな感じ。ああ、そうそう、新基地くんって一体何なのってね思った方もいると思うんですが、新幹線車両基地車両センターのね、キャラクターでございます。すごい可愛いんだよね、最近ハマってて。うん、まあいろいろとね、ジョーは、駅ブラ企画とか撮ってるんだけど、新基地くんを連れてね撮影に行きたいなーなんて思っていたところ、そう、欲しいアイテム、やっと登場したんです。今回、一番欲しかったメインのアイテム。それがこちらです。もう見たまんま、新吉くんのマスコット。これね、こういうアイテム今までなかったんだよね。そして、後から知ったんだけど、車両基地祭り限定アイテムだったみたい。まあ人気、評判が、まあシンプルにいいだろうけどね。あればね、また再登場してくれると思うんだけど、普通に手に入ると思うんだけど、今のところね、車両基地祭り限定のアイテムでした。つまりね、今画像出てると思いますが、やらかしました。他のアイテムもそうだったみたい。買っときゃよかった。とりあえずね、まあ、早く欲しかったから、新吉くんのマスコットなんて思って。手にしたんだけど、他のアイテムもね、会場限定だったみたい。うん。いや、普通にね、仙台駅とかで、ね、手に入るのかなと思って、後回しにした結果がこれですよ。はい。まあ、普通にね、店頭に並んでくれることを願いつつ、開けていきますよ。うん。この撮影までね、ニューデイズの袋に入ったまま、新吉くんずっと待機してましたからね、そろそろ出してあげないと。ってことで、はい、出ました。やっと袋から出してあげました、新吉くん。なんかね、今更気がついたんだけど、これボールチェーンついててキーホルダーだったんだね。気がつかなかった。そしてね、触り心地がめちゃくちゃいいです。うん。すげえいい感じ。まあ、今後ね、駅ブラ企画とか、いろいろ連れ出して一緒に撮影していければいいかなと思っているので、新吉くんが登場する回はね、サムネに、新吉くん紛れ込ませようかな。うん。と思います。はい。うん、で、新吉くんのね、グッズに関しては、これも前にね、動画で紹介しているんだけど、いろいろ出てます。多分ね、前に動画で紹介したアイテム以外にも、新たにね、いろいろ登場してますよ、みたいな、もうね、インスタで見たので、この他にもね、いろいろ出てるはずです。うん。買いに行かなきゃね。まあね、購入次第、入手し次第、改めてね、そちらの方も動画で紹介していければなと思っているので、チャンネル登録して待っててくださいね。うん。あ、動画はまだ続きます。で、次のアイテム見ていきましょう。あ、ちょっと待って、次でラストだ。次がラストのアイテムです。これもね、アンケートかな？アンケートを記入。ウェブ回答かなんかして、ノベルティとしてね、もらいました。200系から E2 系のポストカードです。うん。
かっこいいね。実はね、この車両基地祭りでジョーは初めてこの200系から E2 系を見てさ、やっと会えたなんでね、テンションが上がっていたところ、ノベルティも E2 系っていうことで、二重に嬉しい、そんなアイテムをもらいました。なんかね、今回はまあ、いろいろね、もしかしたら他にももらえたりなんかしたのかもしんないけど、これだけだったんだよね。4年前ん ?5 年前 ?4 年前はね、いろいろもらったんですよ。はやぶさ、E5 系新幹線のね、サンバイザーみたいなやつ。まあ、子供がもらったんだけど、そういうやつとか、その他にもね、ああ、ちょうど手元にありました。よいしょ。確かこれもね、4年前にもらったやつ。うん。こういうの使えなくてね、鉄道グッズ関連の、入れ物に入れちゃって、そのままになってるんだけど。このボトルホルダーとかね、その他にもいろいろもらえたんだけど、まあ、今回はね、ジョンが見つけられなかっただけなのか、こんな感じでした。ジョンが入手したアイテムはね。うん。まあ、その他にもね、もしかしたらいろいろもらえてたのかもしんないけど、わかんなかったので、他にもこんなのもらいましたよとか、売ってましたよ、買いましたよとかっていうアイテムがあったらね、ぜひコメント欄で教えてやってください。とりあえずね、ジョーは、車両基地祭り楽しむのはもちろんだけど、新吉くんだよね。何が欲しいって、新吉くんこれ欲しかったので、ゲットできてよかったです。普通にね、あと駅の売店とかでね、並んでくれるといいんだけどね。はい、そんな感じで今回の動画は締めさせていただきたいと思います。そんな感じで、バイキンのジョーのチャンネルでは、鉄道関連のね、グッズや小物お土産、そして基本的にはね、プラレールを中心に、シンカリオン Z とか、あと駅ブラ企画とか、小さなお友達から大きなお友達まで、家族で楽しむことができる動画をたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録をして、他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。